皆さんは創業とともに長くこれから経営に携わっていかなければなりません。今日はそのための仕組みとしてビジネスモデルについて一緒に考えていきましょう。今日もお疲れ様。リラックスしてもう一頑張り。こんにちは、中小企業診断士の伊藤慎吾です。今回はビジネスモデルをテーマにお話をしていきます。皆さんはビジネスモデルと聞いてどんなことを想像しますか？例えば、私のビジネスの柱は良い製品を作るですとか、私のビジネスの核はおもてなしのサービスですとか。では経営におけるビジネスモデルとはどのようなものでしょうか？それは事業を始めるときに自分が考えているビジネスがどのような仕組みになっているかを目に見える形で表したものです。ごく簡単な例で紹介すると、果物屋さんであれば、果物屋さんのご主人は問屋さんにお金を払ってリンゴを仕入れます。次に果物屋さんは仕入れたリンゴを店頭に並べてお客さんが買いに行ってくれるのを待ちます。最後に店頭に並べたリンゴをお客さんが買ってくれれば売り上げになります。この3つの事象を見るだけでも、これから創業を目指す皆さんにとっては考えなければならないポイントがわかります。まずはどこから仕入れたらよいのか。安全なリンゴ、新鮮なリンゴ、おいしいリンゴ、安いリンゴなどの視点が考えられます。次にどうやって売ればいいかも考えていきます。おいしいリンゴを知ってもらう方法、おいしいリンゴの商品の並べ方、おいしいリンゴの商品の説明、おいしいリンゴを売るための接客方法などといった視点が考えられます。また誰をターゲットに売ればいいかということも考えなくてはなりません。家族の多い方向けに売っていくのか、高齢者や独身者に売っていくのか、またカップルや子供などいろいろです。商売はこんなに単純な取引だけではありません。商品ごとに仕入れ先もたくさんあります。例えば契約農家、問屋さん、商社。それだけ商品数も増えればお客様もいろいろ広がります。来店客だけでなく、飲食店などの配達先やインターネットで注文されている方など様々です。こうした商売の仕組みを図や矢印を使って表すのがビジネスモデルです。次のフリップを見ていきましょう。同じ果物屋さんでも、 A 果物屋さんは X 問屋さんから仕入れて、日中買い物に来る主婦の人たちに売っています。競合店の B 果物屋さんは Y 問屋さんから仕入れて、うちと同じような日中買い物に来る主婦の人たちに売っています。競合店の C 果物屋さんは Z 問屋さんから仕入れて、会社帰りのOL さんたちに売っています。ビジネスモデルを描いてみると、自分がやろうと思うビジネスの全体像が理解しやすくなりますし、いろいろな気づきや発見もあります。また他の人に自分のやろうと思っていることを分かりやすく伝えられるようにもなりますし、他の会社やお店のビジネスモデルと比較することで自社と競合店の違いを理解し、自社の強みや特徴を生かした経営をすることにもつながります。それでは今度は少し違ったビジネスモデルを紹介しましょう。例えば家庭用に販売されているプリンターは、プリンターの本体価格は抑えて、その後消耗品であるインクトナーやカートリッジ代を繰り返し買ってもらうことで儲ける仕組みになっています。ビジネスモデルを描いてみると、どこが自分の会社が利益を得るポイントなのかということも見えてきます。またこのビジネスモデルと同じく、もう一つ皆さんに考えておいていただきたいのは、皆さんがやろうと思う事業の儲けの仕組みです。先ほどの例で言うと、問屋さんから70円で仕入れたリンゴを100円で売ると1個30円の利益が出ます。これを1日に何個売るかで1日の売り上げが決まります。この状態を1ヶ月続けると、月間の売上高、
また1年続けると年間の売上高となります。リンゴの仕入れ原価も売れば売るほどかかってきます。このように売上が上がるとともに増えていく経費のことを経営では変動費と呼んでいます。売上から変動費を引いたものを世の中でよく使われている言葉で言うと粗利益と言います。この粗利益から人件費や家賃など売上があってもなくても払わなくてはならない経費である固定費を差し引いたものが会社やお店に残る利益となるのです。1日、1ヶ月、1年とビジネスの仕組みを考えていくと、皆さんがやろうと思う事業の変動費はいくらかかりますか？いくらで販売しますか？いくつくらい売れそうですか？そして固定費はいくらくらいかかって、最後に利益はいくら残りそうですか？その利益で税金や借入金の返済、生活費を賄うことはできそうですか？こういうことを考えるのが儲けの仕組みです。どんなにお客さんに喜んでもらっていても、世の中に役に立つ仕事をしていても、きちんと利益が出ていない会社は長く経営を続けることはできません。皆さんは創業をすることが目的ではなく、創業した後長く商売を続けていきたいと思っている方がほとんどだと思います。創業する前に自分の事業の儲けの仕組みについてもしっかりと考えておきましょう。お疲れ様でした。